このレッスンでは、インデザイン CC2015 について簡単に紹介します。インデザインは Adobe からリリースされているページレイアウトソフトです。ページレイアウトソフトですから、複数ページにわたる出版物、こちらを作るのが主な目的でした。ですが、時代が紙の出版物から電子書籍へと変わってきていることを受けて、インデザインとしても最終的な出力形態は必ずしも紙には限らない。 このようにだんだんと変わってきています。ファイルメニューの書き出しを選択すると、インデザインのドキュメントを最終的にどのような形にするか、これを指定することができます。もともとできた PDF、こちらの方も印刷物だけではなくてインタラクティブ。つまり見るだけではなくて使うための PDF。このような出力も可能になっています。他には EPUB 形式。 いわゆる電子書籍ですね。他には、フラッシュとか HTML のウェブで公開するためのもの、えー。このような出力形式というのも今では当たり前に搭載されています。インデザイン CC のバージョンを確認しておきましょう。Windows であればヘルプメニューから、Mac であればインデザイン CC メニューの中にあるインデザインについて、こちらを選択します。 今までの投資番号であるバージョン番号、こちらも付いているんですが、インデザイン CC クリエイティブクラウドになって常に最新版が提供されるという形になってからは、ほぼ毎年1年に1回バージョンアップが行われるようなことになって、現在ではインデザイン CC 2015というバージョンで呼ぶ方が一般的になっています。さらに、1年間他のアップデートがないというわけではありませんので、一番最初であればこれ2015.0でした。 現在は1回アップデートがかかったので2015.1というバージョンですね。画面の中ではこちらを使っています。このように呼び名などが少し変わりましたが、あくまでもページレイアウトソフトです。ここは変わりません。ですが、いろいろな形式の出力ができる。このように変わってきたのがこの Indesign CC 2015というソフトになっています。以上、簡単でしたが Indesign CC 2015の紹介でした。